早稲田大学の最初敦と言います。バングラデシュでですね、ドラゴン桜プロジェクトというのをやっております。ご紹介します。じゃん、皆さん覚えてますか？ドラゴン桜、落ちこぼれの高校生が東京大学に行って人生を変えるというストーリーです。これを実際のアジア、バングラデシュでやってまいりました。バングラデシュ版ドラゴン桜、きっかけはですね、3年前彼女に振られまして、世界で修行して男としてですね、変わろうと思って選んだのがバングラデシュグラミン銀行。この国のですね、村という村を回り、ある問題に気づきました。先生が足りない。たくさん学生はいるんですけど、とにかく先生の数が足りなくてですね、その数なんと4万人の先生が足りないと。この4万人の教師不足、あなただったらどうしますか？そこのお兄さん、どうします？4万人先生足りないんだけど、どうします？動画とか。素晴らしい。いきなり答えを言われてしまいました。あのですね、4万人先生が足りないって言われて、僕ですね、思い出した1枚の紙がありまして、じゃん、僕の数学のテストなんですけど、2点だったんですよ。高校3年生の時です。この2点の点数でですね、どうやって大学に入るのかという時に、ある予備校に来まして、緑のカラーの予備校、ここでですね、映像の授業を受けたんですよ。日本で一番いい先生たちの授業をDVD で受け続け、大学に合格しました。この経験を思い出してですね、もしかしてバングラデシュでも4万人の先生不足をこのモデルをパクればできるんじゃないかと思ったんですね。このアイデアをですね、当時働いていたグラミン銀行のボスに話しました。プロフェッサームハマドユヌス先生、これを僕思いついちゃいました、これいけます。そしたらユヌス博士言いました。Do it, do it, go ahead! 前へ前へ前へ。僕は大学の休学2年目を決めて、このプロジェクトをやることにしました。後からユヌス先生、誰にでも前へ前へと言ったことが分かったんですけども、もう始めたものは遅いと。そしてバングラデシュでも探し始めました。超有名講師いました。英語といえばこの男、バングラデシュ英語の神様クノビザハン。国語といえばこの男、ガリファハメ。まだいるんです。社会といえばこの男、モニカイモン。彼らの授業を収録する、そして DVD にして船で運んで、一番先生が足りないハムチャー村に持っていく。小さい教室を開きました。じゃじゃん、これが e エデュケーションプロジェクト、バングラデシュ版ドラゴン桜の始まりでございました。ありがとうございます。そしてですね、彼が立役者、バングラデシュ人マヒンです。アブドゥルシェイク・モティン。彼がこのアイデアを来たとき、これバングラデシュでいけるわ、マジって言ってくれて、彼がリーダーとしてこのプロジェクトを現地で動かしています、今も。これが事業風景ですね。こんなに生徒集まっちゃいました。高校3年生たち、どうしてもいろんなお金がなかったりして、いい先生のアクセスがないために大学行けないという彼らに最高の授業をプレゼントしました。そしたら勉強するする、もちろん映像授業だけではすぐに飽きちゃって勉強をやめちゃうので、あ、彼女ムスリムの女の子です、こんな感じで勉強してます。勉強に飽きたときは一緒にダッカに行こうということですね。ダッカのバスツアーで現地のダッカ大学に連れて行きます。そしてキャンパスを体験してもらってモチベーション超アップ、これがバングラデシュの東大ダッカ大学です。ここにみんなで行くぞと、なんと夜も灯油ランプの光で勉強するようになりました。そしていろいろあってですね、まあかれこれ受験勉強6ヶ月、こんな感じの受験風景です。ダッカ大学受験当日、そしてですね、まあいろいろあったんです。この6ヶ月間、僕の仲間がですね、リボルバー持ったハイジャッカーに襲われてお金取られたり、僕自身も腸チフスになってぶっ倒れたりですね、乗ってた船が沈没しかかったり、いろいろありましたが、受験当日、じゃじゃん、結果が出まして、この拳のヘラール君がですね、現地の東大のダッカ大学になんと合格しちゃいまして、ありがとうございます。ありがとうございます。他のですね、高校生30人中7割近くがどんどん大学に受かっちゃったんですよ。これはびっくり、なんと新聞もびっくりしちゃってですね。で、今なんですが、この教室バングラデシュ中4カ所に広がっていて、180人が勉強しています。さっきの Do it, do it, go ahead 本になりました。後でぜひ皆さん見てください。前前前。しかしですね、皆さん問題が発生しまして、ここで去年またですね、僕振られたんですよ。
仕方ないと、五大陸でやるしかないということでですね、まずアフリカ行こうと思ったんですね。アフリカ行くために飛行機をヨルダンで乗り換えたらですね、始まっちゃいました、パレスチナ難民キャンプ&ドラゴン桜。ヨルダンのですね、これちょっとずれてるんですけど、もうちょっと左上なんですが、ヨルダンにもやっぱり先生足りてないぞということが分かりまして、同じスキームでできそうだったのでチャレンジしてみました。これヨルダンチームです。見つけたんですよ、ヨルダンでもマヒンをムハンマド。そしてまた探し出しました。パレスチナの数学といえばこの男、ムハンマド・サール。彼の授業を収録して、そして難民キャンプの女子校に持ってきました。ここはヨルダンのですね、アンマンの近くのバカ難民キャンプといって、その辺りでは結構ですね治安の悪いところで有名なんですが、ここで50人のパレスチナ難民の高校3年生に数学に特化して授業を行って、2ヶ月前にヨルダンの東大ヨルダン大学に合格者がなんと出ました。ありがとうございます。すいません、いちいち面倒くさくてすいません。そしてですね、まだまだ終わりじゃないと、じゃん、アフリカでもやるぞということで、夢の国、夢の大陸アフリカへ。選んだのはですね、中央アフリカのルワンダ。あの大虐殺があったところです、チチ族とフツ族。その時の影響ではないんですが、やっぱり先生が足りないぞということでですね、ここでもですね、誰にも頼まれてないのにですね、見つけてきました、ルワンダ科学ナンバーワン講師ジェラル。彼の授業を収録し、またですね、バカの一つ覚えです。これを虐殺のすごくひどかった現場のギコンゴロというエリアのそばの高校でやってきました。じゃん、ルワンダの村、まあ、どこ途上国どこ行ってもそうなんですが、村に行くとですね、理科の実験室ないんですよ。だから理科の実験できないと。だから都会の生徒と村の生徒で差が出ちゃうんですよね。なのでそれをカバーするということでやっております。今ルワンダ版ドラゴン桜科学でやっております。今も現地でですね、僕の仲間のドガ君と現地チームが頑張ってこれをやっております。中東に戻りまして、第4シーズンガザでやりました。ガザですね、10キロ×40キロ、地中海に面したイスラエルのエリアなんですが、皆さんご存知だと思いますが、ベルリンの壁が壊れてなおまだここには壁があるんです。あれ僕です。高さ分かります？あの壁、これでなんとガザぐるっと囲まれております。この壁の中にですね、聞いちゃったんですよ、先生が足りない、これはやるしかないと思いません？皆さんどうやってこの壁を突破したか、3、2、1、じゃん、あれですね、右がヨルダン、左がガザであります。2つをですね、ネットでつないで映像授業であの壁をぶっ壊し、最高の授業を届けると。ここで登場するのはですね、アラビアのプリンセスマヤダ先生。この先生がガザの先生たちに対して学習障害のスペシャル授業をしてですね、ガザの中の学習障害の小学生たちを救うぞというプロジェクトが今国連と一緒にやっております。ドラゴン桜かなり進歩しております。ここであと3分ですね、一応終わりなんですけど、もうまあちょっと焦らせすぎですよ。ちょっとあのですね、今これから先あと中南米と南米でもやろうと思ってまして、アイデアをご紹介します。第5大陸候補、コロンビア版ドラゴン桜ですね。ゲリラの構成教育に何かできないかなと思ってたりですね、もはややけくそだと、リオデジャネイロでやるしかないということですね、なんかできないかなと思ったりですね、あとちょっと真面目な話、ネパールのカースト制度の一番下のアンタッチャブの人たちに届けられないかとか、バングラデシュの少数民族にできないかとかですね。このネパールバングラネタは今アメリカのボストンに行ってきたんですが、そこで大学生たちがですね、留学生がいて、この話を聞いてですね、うちでやれないかと話を聞いてきました。こんな感じでですね、なんでこのドラゴン桜をやるのかといろんな理由を聞かれてですね、企業の人たちに相談するとですね、なんで5大陸でやるのかと、全くもって意味がわからないと、そんな戦力を分散してどうすると体力ないくせに、もう大変ご指摘をいただくんですが、僕がやりたいのはですね、五大陸で友達を作ってですね、いろんなストーリーを一緒に作っていきたいなということなので、まあいいじゃないかと、固いことは言わずに楽しく五大陸で一緒にやっていこうと。そしてあと二大陸余っておりますので、どうですか一緒に。はい、あと二大陸ありますので、
ぜひ皆さんと一緒にやっていけたらと思っております。ありがとうございました。